皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日ご紹介するのはこちらの商品、ドン、大人気ディーンマグネットツールパッドの新ラインナップ。はい、これね、バッドボーイズの佐田さんのですね、佐田ビルダーズっていう YouTube で、うちのね YouTube なんかよりもずっと人気があるんですよ。でファクトリーギアの横浜店でチェーンソーのね、選びをお手伝いしたら、じゃあちょっと店の中も見せてくださいって話になって、店の中見てるうちにいろいろ気になる商品が出てきちゃって、でその中でもこれ何っていうことで、本当にないのに予約が殺到したのがこの D のですね、マグネットツールパッドだったんですね。これ見たらそれ大騒ぎってありますよね。だ全員素のリアクションだから、まさにね、いかに打ち合わせ次第撮ってるかっていうのがバレバレだったと思うんですけど、しかもね、ないものを紹介してるっていうね。でようやく入ってきたんですよ。でうちのバイヤーの方にですね、あれないの、なんでないのこのタイミングでって言ったら、いやもうちょっと信頼になって作ってますからお待ちくださいって言って、それがはい、で今回ラインナップされた新たな4つの形、こちらでございます。1,2,3,4 でね、マグネットなんで何つけてもいいんですけども、一応想定しているものがありますと。もちろん何つけてもいいんですよ、でも一応想定しているものがあるというので、ちょっとつけてみたいと思います。まずこのちっちゃい方からいってみようかな。このちっちゃいのはこれね、これは、こういうところにこうやってポッと置いて、でこれは一応ラチェットを1個ずつこうやってね、ピョンってね、KTC さんのこうカチャッとあったけどいけますからこれでもいけますから、ね、つまりそういうことです。これでもいけますはい、そういうことでございます。こちらはラチェット用でした。でね、この長いのもありますと。これ想定してるのは何かっていうこと、これレンチです。レンチ、こんな風にレンチをいけると。じゃあどのぐらいのでかいのまでいけるんだって、一応32ミリぐらい、これはさすがに全然何の問題もなく32ミリいけちゃうぞと。で一応サンプルでね、これはいけないでしょうっていうのを持ってきたんですけど、ちょっとやってみようか。これ大丈夫ということでございます。でこちらこれレンチとかこういう長物とか重いものでもいけちゃいますよというものでございました。でさらにですね、今回ねちょっと気になるのがこちらですよ。このでかいの、これは相当いけちゃうんですけど、いろいろこんな風にコーナーとかでもいけちゃうってやつなんですね。これ別にここに一応曲がるとこ入ってますけど、曲がるとこじゃないとこでもこうやっていけちゃうので、どの感じでもこんな感じでこんな風に使ってもいけちゃうよとっていうものですね。ちょっとこういう風になっててもいけちゃうよっていうので、これもかなり何でもいけます。もう何でもいけちゃうよとね、何でもいけちゃうよと。さっきのでっかいのもこうやっていけちゃうよとね、なんでいけちゃう、これかなり強力です、いけちゃうよとっていうものでございます。そして最後がですね、この真四角で、これのな、これ何かっていうと、こうやって工具がありながら、これねちょっとビス外しましたよなんていう時はこうやってビビビビってやってね、やっとけばビスも飛び散らずにいけるよということでございまして、サタビルダーズの動画見てね、マグネットツールパッド気になって気になってしょうがない、ファクトリーギア行ってもないじゃんないじゃんないじゃんって本当にご迷惑をおかけしました。段取り悪くてすいませんけども、一応ここで新商品出ましたので、さらにいろんな形こうやって出ましたんで、一個ずつね皆さんの用途に合わせてお使いいただければなというふうに思います。でね、あとね、このベロつけてくれてね、これマグネットこう取るとき簡単ですから、こうやって、ね、それでは皆さん、さようなら。